はい、えー、竹内です、えー。こんにちは。えー、こんばんはということで、えー、暑いですね。本当にもう、ね、もう、なんでしょう、先々週は大雨の影響でね、亡くなる方もいるぐらいひどいと思ったら、もう、その1週間後にはもう全国的に、えー、灼ゃ熱列島ということで、もう40度とか、そういう気温になってしまっていると。で、まあ、あのー、ね、全国各地熱中症で倒れる方もおられれば、亡くなってしまう方もおられて、 うんなんかね、この自然の猛威が、えー、すごいなというところではあるのですが、えー、まあ、ちょっと僕は、あの、久々にゆっくりしたいと思いましてですね、えー、まあ、避暑地というか、昼顔の高原にね、ちょっと行ってきました。<laughs> それこそあの、この間の大雨でね、最も日本で一番降った、雨が降ったところが昼顔なんですが、まあそこはまあ、全然無事で、えー、まあ、コテージを取りましてですね、で、 まあ、昼間乗って涼しいはずなんですけど、夏でも。まあ、あの、日中は35度ぐらいありまして。ただ、夕方ぐらいからね、ほんと1時間2度ぐらい下がってて、夜は肌寒いぐらいなんですけど、まあ、そこでバーベキューなんかして。えー うん、なんか、あの、ちょっと疲れを癒そうと思って行ってきたんですけど、なんか、まあ余計ね <laughs>、余計に旅行に行くと疲れてしまうということで、まあちょっと今バテてはいるんですが、まあまあ競馬を待ってくれないということで、えー、今週末の反路長距離をチェック馬であったりとか、特別レース期待値の高い芝とダート、まあいつも通りのものをやっていきたいなと思っております。はい。えー、まずは今週末の反路長距離、うん、反路長距離をチェック馬ですが、まああの、 前回も言いましたけどね。夏場の間は、あの、まあ、函館とかね、えー、札幌に出る馬っていうのは反応状況してないのが普通なので、えー、ここに入っててもあんま関係ないんですけどね。うん。まあ、カイザーバル、えー、4戦して1勝2着3回とか、まあ、スマートオォーディ4戦に勝、えー、2着1回とか、まあ、ブラックムーン3戦して111とかですね。まあ、この辺気になる馬をちょっとリストアップしておきました。まあ、夏場はあんまりね、あの、 これ聞いてこないというか、まあ、あの、春秋の方がね、使いやすいんですけど、まあ、一応ね、掲載はしておきました。えー、次、特別レース期待値の高い、ま、芝編ですね。竹内ロジックを利用して前層の情報だけで、回収率が本音やらかにやらと書いてありますが、<laughs> えーえー、そうですね、該頭馬、レイエンダー、えー、東方アイレス、えー、チャレアーダー、えー、ディバインコード、モズスーパーフレアということで、えー、まあ、長くて、なんていうのは、あの、 僕からすると割とまあ身近な地名だったりしますね。そうなんですよね。長くてあのー、まあ話それますけど、去年っていうか毎,毎年のように言ってる気がしますが、あの、立てこもり事件がね、ありましてね、10年ぐらい前でしょうか。えー、まああの特殊警備隊というか、なんて言うんですか、あの日本のスワット、サットって言うんですかね、あの方がね、あの一人亡くなってしまったっていう、まあ悲しい事件があったりしましたね。僕があの、現地にちょっとね、あの、 野獣までね、ちょっと、あんまりそういうのやんないんですけど、あまりにもちょっと、えー、まあ、知り合いの家も近かったっていうことで、まあ、行ってみたんですけど、うん。ものすごい警察と、まあ、銃声も響いたりなんかしてですね、まあ、その犯人が撃った銃がね、あのー、の弾がと、えー、っと、上に飛んでって、落ちてきて、スポッとその、あの、防弾チョッキの隙間、もうほんと、ピンポイントで入っちゃって亡くなった、えー、警備員の方、警備員じゃない、警察の方がおられたんですが、うん。 まあ結構長くてっていうのは、それ以外にもその友達がいたりとか、いろいろね、身近なところではあるんですけど、こういう名前が出てくるとね、中京開催だなと思いますね。次、ダート編ですね。さっきのダートバージョン、プライムカードマイネル・ボールソ、サクラ・エンパイア、ディア・コンチェルト、で、こっちも登録してますマイネル・ボールソ、ワンダープ・プラーヤン、う。ん 言いにくいですね。えー、あとカフェブリッツということになってます。まあ、このおと橋なんつうのは、あの、まあ、名古屋では、えー、まあ、場外馬券売り場があるのがね、おと橋であったりするので、僕もやっぱここも身近ですしね。昔、あの、20年ぐらい前かな、おと橋にある、あの、楽器屋さんにね、練習スタジオがあったんで、そこで初めて組んだバンドの練習なんかをしていました。なかなかこの辺りディープな場所でですね、ええー、うん、あの、週末になると、やっぱりあの、いわゆるあの、もう 名古屋中のね、愛知中の競馬親父たちがね、ゾロゾロと来ますし。うん。で、開催が終わる。まあ、12レースが終わると、ゾロゾロその人たちがね、競馬新聞をパンパン叩きながら歩いて移動して、えー、金山に行ってパチンコ屋にそのまま行ったりですね、勝った人はその金山のキャバクラに行ったりとか、なんかそんなような感じですね。おとう橋っていうと、すごくディープな場所です。うん。ここも友達が昔住んでましたけど、本当に、 だから、十、二十年以上前か、そのバンドのね、練習でスタジオに行ってるときは、まだいまいちね、なんで、えー、土日こんなになんかあの、新聞持ったおっちゃんたちがね、なんかあの、叫んだり、えー、路上にある、なんかあの、自転車をね、止めてある自転車を蹴っ飛ばしたりとかですね <laughs>、なんかそういうことをしながら歩いてるんだろうと、えー、思っていたんですが、うん。まあ、それから何年後かして、僕も音羽橋のウィンズにはよく行くようになりました。 でもどうなんでしょうね。まあ、この YouTube とかを見てくださってる人はあまり名古屋の人でも、うん、場外に行くことは少ないのかな。まあ、家で馬券買えますからね。家で馬券買うか現地で見るかっていうこと,ことで。だから場外馬券売り場っていう選択肢がちょっとよくわからないんですけど、ただたまにその覗いてみると山ほど人はいるんですけど。うん。あと名古屋にはね、あの、大須の、えー、まあ、とあるビルの中にも、えー、馬券売り場が実はあったりもしまして、そこもなかなかディープな場所で。えー ふらりとね、あの、初めて馬券を買うような人、若い子とか、あの、外人さんとかがふらーっと入るとですね、これはあの、前にも言った、まあ、メルマガにも書いたりしたん、しましたし、そこのね、警備員の人にもちょっと僕言ったことがあるんですけど、あのー、 勝手に予想を教えてきてですね、で、それが当たるとね、あの、1割よこせっていうようなおっちゃんたちがね、あの、1人や2人じゃないレベルでいるんですよ、そこは。で、かなりディープな場所で、まあ僕もあそこはちょっとそのディープさがちょっと面白くて、ちょこちょこ行ってたんですけど、うん。まあ、僕の場合、あの、話しかけてきてもね、あのー、まああの、そういう人だと分かったら、まああのー、 まあ、いい歳なんでね、あの、ぶち切れれるんでいいんですけど、やっぱり若い子とかね、カップルできた人とか外人さんとか、一回外人さんがほんたかられちゃってね、あの、大変だったところを見たことがあるんですが、うん。まあ、そういうディープな場所がね、名古屋に,名古屋にはそのおと橋と、その大須のね、馬券売り場っていうのがあるので、ぜひぜひあの、行ったことない人はね、行ってみていただければいいなと思います。 で、えー、とちょっと中京記念の話なんですけど、まあ、今、画面、雑に書いてますが、あのー、中京記念のね勝ち馬を見ると、結局、立党馬で当該週持ち時計が51.9秒以下の馬ばっかり勝っている傾向にあります。で今回、登録している馬の前走までの反応で該当しているのが、ま大、あ、勢サミットであったり、アメリカズカップ、えー、ジョーストーリークトリ。うん えそうですね。あと、ウィン・ガニオン、えー、ロア・アブソリュー、ガリバルディ、ロジクライと、<laughs> ロジクライ、えー、ロジクライですね、えー。ロジクライということなんですが、まあ、ヨナゴステークス組は、ちょっとレベルがどうかなと思ったんで、赤字にしたね、ウィン・ガニオン、ガリバルディ、ロジクライあたりが、えー、該当馬としてはいいんじゃないかなということで、ちょっと気になる馬として、えー、ピックアップをしておきました。はい。うん。 まあそんな感じですかね、中京記念は。はい。えー、そうですね、競馬ブログ、アットアギャロップ、僕のブログですが、えー、特別登録時点総合評価指数がもうアップしてます。次走期待値の高山ももうアップしています。テイクアップアンバームズの方も次層巻き返し、でにアップされておりますので、まあ,あの、お時間がある方はね、ぜひアクセスしてもらえたら嬉しいなと思っております。 そうで、先週はね、ま、あクソ暑いのが結構いい感じで、あのー、馬券が取れたなぁというので、久しぶりにアップしていました。ま、あ指数絡みですけどね、全部。テイクアップアームズの指数絡みで取ってますけど、まあ、あの、こんだけクソ暑いと、本当に馬券ぐらい勝たないとやって、<laughs> やってられないなと思うので、うん。そうなんですよね、冷房ガンガンにかけててもそれは、それで辛いですからね。だからこの時期はやっぱ、週末更新作業なんかしてると肩もガチガチに凝っちゃうんでね。やっぱそんぐらい、 体に負担はかかるので、まあ自分の馬券も当てたいしね、やっぱ読者さんとか会員様もね、いい馬券取ってくれたらいいなと思いながら、えー、更新なんかさせていただいております。えー、DL マーケットさんの方にもまあこんな感じで、えー、アップしております。気になる方は見てください。えー、そして馬尻ですね。えー、馬尻ですが、まあまあまあ、何も、えー、変化はなく、えー、やって、えー、おります。はい。 そうですねまあ、あんまり、えー、夏、うん、今んところそんなにこれぞっていうの,、ねえー、のがないんで、うんまあ、そんなこともないから、まあ、そこそこは、えー、あるんですけどなんでしょうねやっぱりあのー。 毎日ね、連続して万馬券当てちゃうようなね、ああいう流れが来ると、もっともっと、えー、楽しいかなと思います。まあ、馬尻岩はね、割と現地で、あの、競馬場の現地で、あの、遊んで、ライト層の人が遊んでもらえたらいいなと、参考にしてもらえたらいいなと思って作ってるところが大きいんですけど、まあ、この夏場ね、現地に行くとですね、ほんと熱尺で倒れちゃうんじゃないかなと。うん。でも意外とあれですよね、ニュースでは、あの、うん、なんかならないですよね、競馬場で。 熱中症で倒れた人がいっぱいいるとかっていう話をあんまりニュースで見たことないので、やらないだけなのかどうなのかわかりませんが、うーん。なんでしょうね。やっぱり馬券買ってる人って元々頭に血が昇ってる人が多いから、あんまり暑くても <laughs> 平気な、平気なのかなとか、タフネスなのかなとか思ったりするんですけど、うん。どうなんでしょう。ただまあ、この時期ね、あの、 競馬場行かれる方も多いですし、まあ、読者様からね、競馬場行ったよなんていうので、写真とかよく送ってもらうんですけど、まあ、本当に気をつけて、水分補給、あと、まあ、帽子をかぶるとかですね、あまり炎天下に行かないとか、えー、そういうのはちょっと心がけてもらえたら嬉しいなと思っております。えー、まあ、そんな感じで、えー、チャンネル登録していただければ嬉しいなと思っております。本当に、まあ、冒頭からずっと言ってますが、クソ暑いんでね、もう本当にちょっと油断したらやばい。僕もその昼ヶの高原で、 あの、まあ、釣り堀り。まあ、僕、魚触れないんでね。あの、釣りはしないんですけど、釣り堀りとか行った時に、ま、見てるだけでもちょっと、ま、頭クラクラしてきますしね。うん。ただからね、あの、帰りに、あの、グジのね、えー、川に行きました。まあ、それこそ、あの、先週は氾濫してた川ですが。うん。で、まあ、水着とか持ってないんで、持ってなかったんで、まあ、あの、短パンだけ履いて、足だけつけてみたんですけど、ま、あ冷たくてですね、今度は、それはそれで凍え死ぬかなと思うぐらい冷たくって。 うん、でもなんか、あの、すごくリフレッシュできたので、結構、郡上とかはね、車で、まあ、名古屋から早ければ50分ぐらい着いちゃいますし、まあ、地元の方はご存知ですけどね、あの、一宮インターの周辺のあの、もうあの、不愉快な渋滞ですかあそこさえ乗り切ってしまえば、もうすぐに、え、たどり着けると思うんで、あの、結構、グジのね、川とか、おすすめですね、夏場、暑いときは。うん。 まあ、一宮まではね、下道で行けばいい。まあ、ちょっとローカルトークしすぎてもあれか <laughs>。え、まあ、そんな感じで、え、そうですね。まあ、リフレッシュしながらえやっていこうと思いますので、まあ、この夏も、気, <laughs> 気合を入れてえ頑張っていきたいと思います。竹内でした。さようなら。